エルサレム、ロードス及び、マルタにおける西洋派ネ主権軍事病院騎士修道会、通称マルタ騎士団は、カトリックの騎士修道会である。現在は領土を有さないが、かつて領土を有していた経緯から今日でも、国際法上の主権実態として認められている。領土なき国家とも、ロレート巡礼を行うマルタ騎士団員創設から900年以上を、 下手今日でも110カ国と外交関係を持ち、世界120カ国で国際事前団体として活動している。12世紀十字軍時代のパレスチナに発祥した西洋派歴史次が現在まで存続したものであり、ロドス島及びマルタ島における旧来の領土を創出しているため、国土を有さないが主権実態として承認し外交関係を有する国が110カ国ある。 国際連合並びに欧州連合にオブザーバーとしても参加している。騎士団中央政府はイタリアローマコンドッティ通り68に置かれており、建物内はイタリア当局から違い方権が認められている。現在世界120カ国で医療などの事前活動を実施し、世界中に2の管区、48の国家支部、133の外交団、 33のボランティア隊を展開する。また、全世界に13,500名の騎士、8万名の無給ボランティア、4万2,000名の有給専門職を要している。マルタ騎士団は国際法上認められた主権実態として、欧州連合に正式に認められたパスポート、独自の通貨や切手を発行している。第1回十字軍の後、1,100年頃、 巡礼保護を目的としてエルサレムで設立された。正式名称から明らかなように病院を持ち、ことに病気になった巡礼者の保護に努めた。十字軍勢力がパレスチナから追われた後は、ロドス島を本拠とし、聖地巡礼をするキリスト教徒の重要な経由地の守護者、ムスリムに対する聖戦の実行者として活躍したが、1522年、 オスマン帝国のスレーマン一世によりロードス島は、陥落。本拠をマルタ島に移して、マルタ騎士団と呼ばれるようになった。マルタ島に本拠地を移したマルタ騎士団は、軍事集団としてマルタ包囲戦、デパンとの海戦などの異教徒との戦いにおいて、歴史的に重要な役割を果たした。1798年、ナポレオン・ボナパルトの侵攻により、マルタ騎士団は、 マルタ島を追われ、総長はオーストリア領トリエステへと逃れた。領土を失ったマルタ騎士団はその後もマルタ島への復帰を国際社会に働きかけたものの、ついにその悲願が叶うことはなかった。1822年、ベローナ会議において、領土喪失後もマルタ騎士団が国家主権を維持していることが承認され、国際法上の主権実態としての地位を確立した。 1834年、マルタ騎士団はその本拠地をローマへと移すことを決定する。以降、マルタ騎士団は軍事的任務から離れ、国際事前活動に注力するようになる。外交関係その他の関係マルタ騎士団は、国際連合加盟国の110カ国と外交関係を持ち、在外交館を設置している。また、5カ国と公的な関係を パレスチナと特命全権大使レベルの関係をそれぞれ有している。プーチン大統領への信任情報定式に臨む中ロシアマルタ騎士団大使カトリック教会や正教会の信徒が多数を占める国々が多い。その中で主要国はイタリア、ロシア、スペインがある。故事のマルタ共和国とも1998年に条約を締結し、 マルタ国内にある聖アンジェロ砦の一部に違い方権が認められている。一方で、もう一つの個地であるロドス島を領有するギリシャやプロテスタントが主流の国の多くは承認していない。士団発足の地にあるイスラエルとは国交がない一方、イスラエルと領土主張が重複するパレスチナ国との国交がある。国際連合では、 総会オブザーバーの待遇を受けるが、バチカン市国とパレスチナ国のような非加盟の国家としての扱いではなく、政府間組織以外の実態として、国際赤十字や国際オリンピック委員会などの非政府の国際団体と同じカテゴリーのオブザーバーとなっている。アマチュア無線の世界では、マルタ騎士団は国籍符号、一英を用いており、例えばクラブ局が存在している。 この 1A は国際電気通信連合が丸滝師団に割り当てたものではなくアマチュア無線のみの独自の規定である。同様な例は一部の領有権紛争対象地などの貴族地未定区域にも見受けられる。丸滝師団の元首は総長であり国務評議会で選挙される。任期は終身。総長は大公の称号を帯び、また伝統的に 騎士修道会の総長として、ローマ教皇から数奇教に信任される。マルタ騎士団は憲法としてマルタ騎士団憲章を有する。現行憲章は37条からなり、騎士団は憲章に基づき三権分立を担保した中央政府を備える。中央政府は以下の会議体により構成される。立法権は総長並びに、 以下の4名の総監に加え、騎士代表6名の計11名からなる主権評議会が有する。総長を除いた主権評議会議員は5年に一度代表議会によって選出される。第80代マルタ騎士団総長、ジャコモ・ダ・アルラトレ、デル・テンピオディ、サングイネット行政権は各国騎士団支部の代表者60名程度により構成される代表議会が担う。 代表議会は5年に一度、主権評議会、政務評議会、幹事会議員を選出する。司法権は、司法評議会が有する。判事は総長により任命される。裁判は、全242条からなる、マルタ騎士団法によって行われ、マルタ騎士団法が規定しない事項については、バチカン四国の法並びに判例に準拠する。この中央政府のもと、 世界各地に12の、艦区並びに48の国家支部が置かれ、全世界の騎士団員を統治する。外交は、総長、外務総監の下世界に133存在する、在外交官、外交団が担う。また、マルタ騎士団は、国際 NGO マルティザー・インターナショナル、並びに、イタリア陸軍の補佐組織である、マルタ騎士団軍医部隊の上位組織であり、 これら組織に対する指揮官特権を有する。さらに、マルタ騎士団により設立されたボランティア組織が世界に33存在し、これらボランティア組織については各国支部が監督する。マルタ騎士団の活動には全世界で13,500名の騎士、8万名の無給ボランティア、4万2,000名の有給専門職が携わっている。加えて、 若干なの士団付け司祭が在籍する。これら関係者のうち、士のみがマルタ士団員と呼ばれる。有給専門職は、そのほとんどが医師、または医療従事者である。マルタ士団パスポートは外交、または公用に携わる者の,のみに発行され、士団員のうち2016年時点で、マルタ士団パスポートを所有する人数は、約500名である。 マルタ騎士団員は、貧者、病者に対する長年の顕著なボランティアによる功績を、有志、放送会、学会、医療会などのコミュニティにおいて指導者と目される、敬虔なカトリック教徒から選抜される。騎士候補に選抜された者は、洗礼を受けたカトリック教徒である証明として、司祭からの推薦状を得た上、1年間の修練、準備期間を経なければならない。 マルタ騎士団騎士への助任は、カトリック教会における最上級の栄誉の一つであり、騎士には助任と同時に、マルタ騎士団総長により、騎士団印象である西洋ハネ騎士勲章が授与される。マルタ騎士団騎士には三階級が存在し、原則として、すべての騎士は、はじめ、第三階級に助任された後、マルタ騎士団内における功績に応じ上位の階級に、少女する。 マルタ騎士団は、貧者、描写に対し顕著な功績のある者に、マルタ功労十字勲章を授与している。受勲者は、カトリック教徒やマルタ騎士団員に限られないが、マルタ功労十字勲章の受勲者はマルタ、騎士団員とはみなされない。AB、ソブリン・ミリタリー、オーダー・オブ・マルタ。WORLDSTATESMEN.ORG。 2020年6月25日閲覧。ABCDE Geist Air Sainty The Orders of Saint John The American Society of the Most Ben Lovel Order of the Hospital of Saint John in Eresalem Hutt Pope Francis To Receive Nights of Malta Grandmaster Thursday 2020年8月28日閲覧。ABC Bilateral Relations 2020年8月28日へ閲覧。AB マルチラテラルリレーションズ。2020年8月28日へ閲覧。ナショナルインスティテューションズ o 2020年8月28日へ閲覧。AB フマニタリアンメディカルワークス。2020年8月28日へ閲覧。ゼム・ソブリン・ミリタリーオーダー・オブ・マルタ。 オルドル・スーベロン・ミリテール・デ・モルタ。ヨーロピアン・ユニオン。2020年8月28日。閲覧。2001年、マルタ騎士団はマルタ共和国政府より99年間の期限で聖アンジェロ砦の租借権を獲得した。これにより、マルタ騎士団は約200年ぶりにマルタ島における領土を一部回復した。今日では、イタリア陸軍の補佐組織である マルタ騎士団軍部隊のみが武装を保っている。バイラテラル・リレーションズ、オーダー・オブ・マルタ・ハット・なお、数奇教のほとんどが聖職者である現代では、あくまで名誉的なものである。カルタ・コスティチューズ・アナル・イー、コリチェ、カピートロ・ジェネラー・レ・ストラ・ディノーリオ、ザ・チャプター・ゼネラル・オブ・ザ・ソブリン、オーダー・オブ・マルタ・ハズ・ビー・ン・ヘルド・イン・ローマ。パーマネント・オブザーバー・ミッション・オブ・ザ・ソブリン、 オーダーオブマルタツーザ・ユナイテッド・ネーションズ2020年9月10日閲覧マジストロール・コーツオーダーオブ・マルタ2020年9月10日閲覧ザ・オーダーオブ・マルタクラレファイズ・プレス・リポーテッド・フィギュア・オン・パスポーツ・イシュドカレントリー500パスポーツ・イン・サーキュレーション20年8月28日閲覧メンバーシップ・イン・ザ・アメリカン・アソシエーション 2020年8月28日閲覧。オーダープロメリットマリティンシー。2020年8月29日閲覧。ありがとうございます。